周目の3コーナーを迎えます。6戦登録番レイズドールで3コーナーをカード抜けてリードが一番瞬間2番手10番ダーマンセリエール3番手が4番のアルフクライです。3コーナー中間の池上に向かいます。セブンがジャンプしました。今回のキーツレイズドールで2番手がダーマンセリエールアルフクライが3番手その後4番手2番のアスファースティングで障害コース4コーナーをカード3番に入ってきます。障害コースのスタンド前は4つの障害、まずは水道障害です。ジャンプしました。先行の1番レイズドールでリードが4馬身2番手には10番ダーマンスリーエーズ2つ目グリーンボールを帰結しました。3番手が今4番のアルフクライでそして4番手の2番のアスタースティング前は今試作を帰結しました。次々帰結前から離された5投目には3番のドーニングアヤメ3投目は12番のエザーマルボンドそしてデストリーが追走今4つ目の池上を帰結していきます。その後には7番のコナルガッシュあとは負けました縦長です。あとは8番ブレインベイランが追走して1番ライカーチューザーこの方からは11番コンモートフルカの体勢です。さあ前はぐんぐんといきます。逃げる順番レイドルで2周目に入っていきます。向こう上面リードがもう10馬身以上2周目に入って2度目の軸先障害を迎えます。先頭の6番レイドルで今ジャンプしました。その後は10馬身ほど離れまして今2番手には4番アルフクライです。前は今、2番手の池上を施設しました。あとは、レッドロールで、10番手がアルフクライ、3番手がダーマン、次へと今、落下しました。3番手が2番のアスタースティングになっています。さあ、前は、6番レッドロールで、再び2周目、3コーナーのカードショットを迎えます。リードがまだ6馬身、7馬身、8馬身、そして2番手の6と4番アルフクライで、先頭の6番レッドロールで、最後のコーナー、中間の池上に向かいます。今、決しました。そして2番手には4番のアルフクライです。そして離された3番手2番のアスパースティングです。さあ、前はこれからダートコースで向かいます。イエロー4番のレイドールでダートコースに入りました。最後の直線。リードがまだ5馬身と6馬身と4番のアルフクライが2番手残り400メートル前は今通過。離された3番手です。さあ、追い込んできた12番手。ターンのボールが今3番手。内からは3番のモンガイが追い込んでくる。さあ、残り300メートル。2番手が4番のアルフクライ、その後3番手は12番のエカードボンドが今3番手追い込んできたのが5番手、すごい3番手を狙われたのか、先頭は6番のレイブドーケ、2番手の6番手、レイブドーケ5位、2番手4番のアルフクライ、3番手順番でエカードボンド5番手、その2は4番手です。なんだかんだ聞きましたの6番、レイブドーケ、大将に応えました。石垣真一氏です。流された2番手4番のアルフクライとその後12番のエターナルボンドが3番手足時計は3分21秒9です。東京競馬毎日競争障害コースの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 10何倍ですか、うん、10しか2000ぐらいまで2500円で離された2番手4番のアルフクライスの後10番のエカーテンで4番手が5番のデストロイです。なお9番アポロニアの10番のダマセリエース伊藤さんが7番11番のコンモートフーズは賞金が目指しています。向上面で11番のコンモートフーズ中止となっています。今統括順が発表されている2着6番レイブドールフェ2着4番アルフクライ3着12番エターナルボンド4着5番デストロイ5着7番アスタースイングです。楽天までお待ちください。お知らせいたします。東京競馬第1レース9番アポロティアラおよび10番、ダーマンセイエール障害系の際、馬の前に関係なく、つまずいて騎手が出ました。競争を中止しました。また、11番、コンモートフーガは、馬の前に関係なく、2周目に
歩道の障害が前に競争を中止しました。一番高いと地球を感じない。